ロバート・アンダーソンはアメリカ陸軍の職業軍人である。南北戦争では北軍の士官となり、海戦時にサムター要塞の指揮官だったことで知られている。ロバート・アンダーソン、少佐と呼ばれることが多いが、サムター要塞の時の階級であり、最終的に名誉少将まで昇進した。アンダーソンはケンタッキー州ルイビル近くの軍人西洋省で生まれた。 1825年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業し、第二アメリカ砲兵連隊の名誉将尉に任官された。1832年のブラックホーク戦争では、イリノイ州士官兵隊の大佐として従軍し、その間に、エイブラハムリンカーン隊を二度軍役に徴収しまた、退役させたということで知られている。 1833年に注意としてアメリカ陸軍に復帰し、セミノール戦争ではウィンフィールド、スコット将軍の参謀で総務局長法を務め、米北戦争では森のデルレーの戦いで重傷を負い、このことで少佐への名誉昇進を果たした。1857年10月5日に正規軍における第一アメリカ砲兵連隊の高級的少佐に昇進した。 1839年には、野戦砲兵隊、騎馬及び、徒歩のための教習書を表した。サムター要塞の幸福を伝えるロバート・アンダーソンの、伝法アメリカ合衆国南部州が、アメリカ合衆国からの脱退を始めたとき、アンダーソン少佐は、ケンタッキー州で以前は奴隷を所有しており、奴隷西洋語派だったが、合衆国への忠誠を貫いた。アメリカ連合国が、 サウスカロライナ州チャールストン港のサムター要塞の砲撃を始めた時に要塞の指揮官を務めていた。南軍の砲撃を指揮していたのは PGT、ボーリガード巡将であり、ウェストポイントではアンダーソンの教え子だった。砲撃は1861年4月12日に始まり、兵力も大砲の数でも劣勢だったアンダーソンが4月14日に、 砦の降伏を受け入れるまで続いた。この戦いで南北戦争が始まった。サムター要塞の砲撃戦では両軍ともに死者は出なかったが、北軍兵のダニエル・ヒューが百門祝法を放っている時に死んだ。アンダーソンはサムター要塞での行動によってすぐに国民的英雄になった。5月15日付で順将に昇進した。アンダーソンは サムター要塞に掲げられていた33世の星条旗をニューヨーク市に持ち帰りユニオニ広場であった愛国者の集会に参加したがこの集会は当時として北アメリカで最も多くの民衆を集めたと考えられているアンダーソンはその後北部州で徴兵活動を行って回り大きな成功を収めた次の任務は退治する南北両軍の間にあって 中立を公式に宣言していた、教会州のケンタッキー州にあって、ケンタッキー方面軍指揮官という、政治的に敏感な地位だった。アンダーソンは、この役目を1861年5月28日から、健康上の理由で、ウィリアム・シャーマン殉将と交代した10月6日まで、務めた。正式には1863年10月27日に、陸軍を退役し、 実戦に参加することはなかった。アンダーソン少佐、マシューブレーディ撮影南軍のロバート・イリー将軍が、アポマトックス・コートハウスで降伏し、実質的に戦争が終わった後で、アンダーソンは、少々の制服を着て、チャールストンに戻り、4年前の降伏時には下ろした33世紀を再占領し、荒れ果てたサムター溶剤で行われた、祝賀式で、生きようようと形容した。 アンダーソンが戦後に行ったことで注目されたことは、1869年にマサチューセッツ州ブレイントリーで行われた陸軍士官学校の創設者シルバヌス、セイヤー少将とのアメリカ陸軍の将来に関する議論だった。そのことから陸軍士官学校卒業生協会が設立されることになった。アンダーソンはフランスのニースで死に、 ニューヨーク州ウェストポイントのウェストポイント墓地に埋葬されている。アンダーソンの母、サラ・マーシャルは合衆国最高裁判所主席判事を務めたジョン・マーシャルのいとこだった。アンダーソンの弟、チャールズ・アンダーソンは1865年から1866年にオハイオ州知事を務めた。もう一人の弟、ウィリアム・マーシャル・アンダーソンは西部の探検者であり、 オハイオ州の弁護士だった。このウィリアムは熱心なカトリック教徒で、アメリカ連合国の同調者であり、短期間マクシミリアン皇帝が統治するメキシコに行って、アメリカ連合国の植民地を樹立しようとした。ウィリアムの息子、トマス・エム・アンダーソンは、米西戦争と、米非戦争で戦った順庄だった。ロバート・アンダーソン少佐のひ孫には、俳優のモンゴメリー・クリフトがいる。 また2台離れたいとこには、ウィリアム・クラークとジョージ・ロジャース・クラークがいる。ありがとうございます。